クソフィア、戻ってこられたのか。転移門の設定はよし、あそこにも行けるみたいだ。あそこはホローエリアというんだな。フィリアはそう呼んでいた。フィリア、いろいろと事情があるようだけど、PK をするような子には見えなかった。彼女は一体何者なんだ。キリト君、キリトさん、よかった。リーファにシリカ、どうしたんだ二人とも、そんなに血相変えて。キリトさんの位置情報が長時間ロストしたから、私よかった。私てっきり、そんなの生命の比を確認すれば死んでないってわかるだろう。あ、でそうか、今確認できないんだった。ってことはこの後は。やっぱりアスナも来たのか。大丈夫だったの？落ち着けアスナ。よかった。なんか胸騒ぎがしてキリト君を探してたんだよ。こんなに長い間誰にも連絡がないなんて、丸一日ロストしてたんだよ。メッセージだってみんなで送ったんだから。あ、そういえば、もうキリト君のバカ。おい、泣くなよアスナ。あ、ユイな、ユイからもアスナに何か。パパ。はい。今回はパパが悪いです。ママはずっと泣くのを我慢してパパを探していたんですよ。それなのにパパは。あ、ごめん。ママにちゃんと謝ってください。すまなかったよアスナ。事情はちゃんと説明するから。本当？もちろんだよ。ほら、とりあえず宿に戻ろう。うん。おいアスナ、ここは街中で。パパ。はい。すみません、このまま行きます。結局アスナさんか。でも無事に見つかってよかったです。それはそうだけどね。でもやっぱり仕方ないですよ、今回だけは。心配ばっかりさせるんだから。キリト君は、キリトさんにはきっと事情があって、詳しいお話を聞いてみないと。シリカちゃんは甘いよ、もっとガツンと言ってやらないと。あ、帰ってきた。ただいま。だから言ったでしょ、どうせそのあたりをフラフラしているだけでそのうち帰ってくるって。いや、フラフラしていたわけじゃん。アスナもみんなも心配しすぎなのよ。だってキリト君が。ああもう、無事に見つかったんだからもう泣かないの。キリト、アスナにちゃんと謝ったんでしょうね。謝ったよ。
まったく、アスナをほったらかしてどこかに行っちゃうなんてさ。だからそれは不可抗力だったんだって。不可抗力？そうなんだ。ダンジョン探索していたら突然転移させられて。そんなことってあるの？強制転移ね。もしかして私やリーファと同じ現象なの？それって別の世界に飛ばされたってこと？いや、俺が飛ばされた先は間違いなく SAO の一部だった。ただ隠しエリアみたいなところなんだよ。隠しエリア？そんなものがこの世界にあるの？ああ、通常のアインクラッドの各層とは違う感じだった。モンスターも強いのが多いみたいだし、高難度エリアって感じだな。高難度エリア。運もあるけれど、強いモンスターを倒せば強い装備やレアアイテムが手に入る可能性が高い。だからホロエリアを探索してみようと思うんだ。でもそんなエリアが丸々未発見で残されているなんてことがあるのかしら。ねえゆいちゃん、ゆいちゃんなら何かわかる？確かにアインクラッドには様々な事情で一般のプレイヤーには公開されていないエリアがあります。でもそれはゲーム開始時に封鎖され誰もアクセスできないようになっています。プレイヤーが非公開エリアに入る手段はないんだな。はい。ですが今はカーディナルシステムが不安定になっています。それを考えると絶対にないとは言い切れません。そうなんだ。ありがとうゆいちゃん。いいえ、現在の稼働状況などが分かれば良いのですが。いや、今の説明で十分だよゆい。パパのお役に立てたなら嬉しいです。ねえゆいちゃん、さっきキリトが言っていたようにそこって新しい素材アイテムとかあったりするのかな？可能性はあると思います。そうか、まだ見ぬレア素材、新しいスキルだったらピネのパワーアップも。私の武器ももっと強くなるかもしれない。私ももっと。ちょっとみんな、もしかして行くつもりなの？いいじゃないか別に、俺だってちゃんと帰ってこれたんだから。でもなんか引っかかるのよね。高難度エリアで手に入るアイテムでみんなを強化できればこの先の攻略だって楽になるだろ。そうすれば100層クリアだって現実に帯びてくれ。それは確かにそうね。なら私も行くわ。キリト君だけを行かせるわけにはいかないもの。それに向こうで知り合った人もいるしな。もしかして、パパ、その人って。もしかしなくても
女の人よね。よくわかったな。フィリアってことを向こうで知り合ったんだ。ほらね、フラフラしていただけじゃなくて女の子を口説いてたんだ。口説くとかそういうんじゃないよ。どうだか、どうせ力になってやりたいんだとか言ってきたんでしょ。キリト君、私が泣くほど心配して必死に探していた時に女の子と。待て待て、たまたまだって。たまたま向こうに行ったら女の子がいて、スカルリーパーとか出てきたから一緒に戦っただけだよ。キリト君のバカ。知らない。勘弁してくれよ。自業自得。でもまあ何かあっても黒の剣士様がいることだし、探索には行こうよ。どうかな、この世界にいつまでもいるわけにいかないもの。あ、私も行きたいです。キリトさんと一緒ならきっと強くなれます。よし、決まりだな。でも今日はやめておいてね。あ、どうしてだ。さっきスカルリーパーと戦ったとか言っていたでしょ。今日はゆっくり休みなさい。いやでも HP は全開してるし。パパ、今日はママのそばにいてあげてください。そうだな、じゃあ明日からにしよう。よう。相変わらずトラブルに巻き込まれる体質だな、キリトは。ヘギル、聞いてたのか。ここは俺の店だぞ。しかし面白い情報だな、ホローエリアか。隠しエリアとかそういうところには大抵お宝がごっそり眠っているもんだ。もしそうならアインクラッドの攻略も少しは楽になるかもな。もう何人かは向こうに行ってるんだろ。だったら俺たちも負けてられないぜ。俺も早く行きたいところなんだけど、ま、今日はやめておこう。なんだよだらしねえな。でもアクティベートはしてあるんだろ。ああ、さっき済ませた。だったら何人か集めて早速乗り込んでみるか。気をつけろよ、俺が行った時はいきなりスカルリーパーが出たからな。ステータスはだいぶ弱くなっていたから二人で仕留められたけど、強敵だぞ。おいおい、マジか。まあ今日のところはちょっと覗くだけにしておくわ。ああ、マップデータもないしじっくり攻略した方がいいだろうからな。あ、それじゃあ行ってくる。気をつけてな。
アスナたちはどうしたんだ？ああ、部屋にいるんじゃないか。キリト、アスナはだいぶお前のことを心配していたぞ。もちろんキリトが悪いわけじゃないが、今日くらいは一緒にいてやった方がいいんじゃないか。まあそうだな。それじゃあ。おい、キリト！なんだクライン、早いな。早いなじゃねえっての。ホローエリアなんて転送先存在しねえぞ。ん？何言ってるんだクライン。俺はアクティベートした後確かに確認して。疑うんだったら一緒に来い。おいクライン、引っ張るなよ。こりゃもう一波乱あるかもな。ホローエリア管理区、間違ってないよな。なあ、ちゃんと合ってる。転移、ホローエリア管理区。ねえ、本当だ、おかしいな。だろ？キリトがいい加減なこと言うとは思わないけどよ。クライン、ちょっとどいてくれ。テイン、ホローエリア管理区。来られたぞ。フィリアはいないのか。どこかを探索しているのかな。しかし、どうしてクラインは。もしかしてこの文様と関係があるのか。とにかく戻ろう。ちゃんと言って来られたぞ。ああ、そうみたいだな。しかしこりゃどういうことなんだ。俺にもわからない。ちょっといろいろ試してみよう。帰ったか。遅かったな。ああ、いろいろと試してきた。結果は、キリト以外のプレイヤーはホローエリアに転移できない。そして一緒に行けるのは一人だけ。一人だけか。厳しいな。それで満足に戦えるのか。向こうで知り合った女の子はソロでもなんとかなってるから、無理ってことはなさそうだ。でもよ、こりゃ公開できないな。ああ、無用の混乱を招くだけだろう。くぅ、せっかくお宝が目の前にあるってのによ。おい、霧の字、向こうへ行くときは俺のことも誘えよな。あ、なあ、努力するよ。キリトにそんな余裕があるか、怪しいもんだ。あれだけの女の子を相手にするんだぞ。いつもこいつばっかり。向こうで何か分かったらクライにも教えるから。絶対だぞ、男の約束だからな、キリト。いらっしゃい。
イダーリー。